ですね、ビッグニュースが2つあります。1つ目は明日ゾンビになる君とのサウンドトラックが出ます。やったー。はい、ラジオ宣伝お願いします。11月の20日ですね、はい、iTunes ストアにてですね、あのサウンドトラック、発売でございます、はい、予約購入がねもうすでにできるようになってますので、当日にはもうダウンロードできるよっていう状態になりますので、はい、現在から販売しておりますのでよろしくお願いします。概要欄にね、あの予約販売の欄をあの貼り付けるんで、なるほど、欄をぜひ、欄が2個になる、その欄を概要欄に予約販売の受付の概要欄を貼り付けるぜひ、ね、チェックしてみてください。そして2つ目、おこれですね、あのみんなびっくりすると思うんですけど、我々ゾンキビのイベントをやるんですよ、はい、で、イベントにゲスト出演で大地くん やってくれます。前日出てって言ったんですけど、うん、ちょっと前日あの NG 食らったんで、そりゃそうだ、ね、なんで日にちとしては、はい、ちょっと待ってくださいね、まず3、4、5、12月の3、4、5は大地くんがあの出てくれます、絶対に。そして12月の11日、はい、これはまだ分かりません、まだ分かる、未定です。そうで、11月の26日の初日はちょっと多分僕らだけでやるつもりなんですけど、27、28は誰かゲストを呼ぼうと思ってまして、27日はニコさんが来てくれます。なるほど。28日は一応あの人にあの一応聞いてるんですけど、あの丸い顔言っていいか分かんないから、そうなの、そうそう、言っていいか分かんないから、あの丸顔のそのハゲの丸顔のハゲのおじさんに一応聞いてるんですけど、予定がね分かるのがちょっとギリになるから、まだ分かんないって言って、だそこのゲスト欄はまあでも誰かは呼ぼうかなと思っています。まあ、来ない可能性もありますよね。だから来ない可能性もある。ちなみに大地くんが来てくれた時は何してる？大地くんが来てくれた時はもうだって曲が出たって言ったじゃんね、うん、1曲は必ず弾いてくれます。やったぜ。それはあれだよね、練習はしてくれて、練習します。かわいそう、来るために練習しなきゃいけない。生演奏用のね、やっぱ注意があるわけだもんね。練習します。そうだよね、だから今日もこの撮影あるからウクレレ持ってきてちょっとだけ弾いてよって言ったら、ちょっと達さん練習してないですよっていう連絡があったんだけど、でもせっかくだからちょっと弾いてみてもらっていいですか。お、さあお願いします。いきます。いいですね。生で聞きたいね。これは聞きたい。で、12月11日は、はい、一番最終日、うん、あの山口にさ、大地くん手伝いに来てくれてるから、うん、できれば大地くんと話したいんだけど、大地くんがね、今行けるかどうかちょっと分かんない厳しい状態だから、はい、まあ、来れなかった場合は誰かまた別の人を、入れようかなと思っています。じゃあ来れた場合は、うん、11日は弾いてくれるだけじゃなくて、うん、トークの方も参加してくれる。トークの方も参加してくれる。いや話したいな。いや話したいのよ。山口の話はめっちゃしたいのよ。でも大地くんがいたら、うん、できない話もあるじゃん。言ったらそうですか。そう、確かに大地くんがいたらそれはやめてくださいよっていう。でも大地くんが来ないなら、ね、あの話しちゃうから。それやめてくださいよ。大地くんはのできない話って俺の中ではないから、多分当日も本番始まっちゃって話し始めたら多分 OK くれると思うんだけど、でもダメな話してないと思うんだよ。どれダメな話ってどれ？本当？あの海外の話？そう。海外の話あれはダメだ。ダメだな。親にも話してねえから。でもあのね、本当に俺は絶対したい話っていうのがやっぱあって、なるほど、後半は絶対したい話はやっぱりあの砂丘、鳥取砂丘の話は絶対したいし、懐かしい、あとね、やっぱりあの辺の話は大地くん交えてしたいのよ。
の、ね、俺がピザ買った話とかさ、あれやっぱ大志くんいないとね。と撮影になんて言って誘われたとかね。あ、そう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 です。からの鳥取作戦、ね、そう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 、ほぼ騙されてた、ね、そうです。だからまあそういうのもね全部本当は含みで話したいから、はい、11日来れたらちょっと頑張ります。そう、大地くんと一緒にそれ話すし、はい、別に無理だとしてもあの全部話すんだけど、全部話します。行った方が緩和されて話されますよね。そうそうクッションがあるから。そうそうそう、行かなかったら最悪にやばい内容を話される。そう、まあそんなことないけど、ね、そんな大地くんの不利益になるようなことは悪いようなことしたことないじゃん。本当に笑った、笑った。そうだ、大地くん確かにいた方がなんか、あ、これは言わない方がいいかなとかいうのが働くかもしれない。反応はできるでしょ。そうそうそう、確かに。いなかったら気使わないでしょ。確かに使わないかもしれない。ちょっとだからぜひね、まあ、あの最終日も面白いけど、最終日以外もあのもしどうしてもあの話は知りたいですみたいなこと言ってくれれば、あの全然伝えますし、前半の方もあの大盛り上がり間違いなしなので、はい、ぜひ来てください。それでは、まあ、今日は、ね、こんなところで、はい、終わりますけれども、はい、ぜひ、まあ、サウンドトラックをもうぜひ買っていただいて、はい、そしてイベントにはもう 100% 来てください、皆さん。ぜひ。で、未だにまだあのゾンキミの、あの美名を買ってない方はぜひ、あのぜひ買ってください。で、いやもう美名を買ったけど、うん、あのまだこれ買ってないよっていう人はこれを。あ、買ってない。お願いします。買わなきゃ。これはあの俺ニコさんと全く同じ色を買っちゃった。うわー、憧れちゃってる。これがそのニコさんの。これがニコさんの。あー、それ買います。これ俺とニコさんと大地くんが。いや、まあ、その話はまたイベントでね。そうしようしようしよう、ね、大地くんとニコさんの話はまた別に特にないユニクロの話とかね。じゃあねー、またねー。